この動画には、以下の要素が含まれております。ご注意ください。ヤッハロー。今日はエンジンオイルを交換していこうと思います。G1 は、鉱物油。G2 は部分化学合成油。G3 は化学合成油となっています。素人の私は、何が違うのかわからないので、お値段も高くて、品質が良さそうな G3 に交換して、乗り心地に、どんな影響があるのか検証します。やけどが怖いので、エンジンが冷えた状態で、オイル交換をしています。オイルが抜けるのを待っていたら、黒猫がじっと見ていました。可愛いですね。黒猫を見ていたら、オイルが抜け終わっていました。古い株には、ゴムパッキンはないんですね。ボルトとワッシャーをつけていきます。オイルは、0.8 リッター入れます。オイルの色はこんな感じです。オイルを入れていきますね。オイルの量を測ります。どうやら多いようなので、スポイドで少し抜きます。エンジンをかけて、オイルが漏れないか確認します。良さそうですね。走ってみてシフトチェンジした感想は、前より抵抗が少なく、ギアが入るようになりましたね。シフトペダルを押したとき、ワンクッション抵抗があって、ギアが入っていましたが、潤滑作用で抵抗が軽減したのかぬるっと入るようになりました。これが、いいことなのか悪いことなのかはわからないので、しばらく乗ってみようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ダンケシェーン。